武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は近畿大学医学部の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、まず理科が2科目で120分という形式となっていて、物理はですね、その中で大問が3題出題されております。で、3題の傾向としては力学と電磁気は基本的に必ず出ていて、で波動か熱力学が、どちらかが、まあ、そのプラス出ているので、その2つに関しては、まあで波動の方がちょっと、出題率が高いという形ですね。で、出題の形式、としては、記述で途中式なども含めて書くようなものと、答えだけ書くようなもののミックスですね。はい、となっています。で、問題の難易度としては、割と標準的な問題が多いんですが、ただ大問一個一個の問題が割と結構な数出てくるので、それをですね、結局仕上げていくっていう、ところ、要は完答しようっていうところまでやろうとすると、まあマーチレベルで大半いけるんですが、総計までちょっと一部いるかなみたいな問題が出ることもある程度ですので、基本マーチレベルの完成度をもう本当に 100% に仕上げていくのが中心 で、それで過去問やってみてどうしてもできないなって問題があったら、その分野、だったりを総計で触れるみたい、総計レベルの参考書で、まあ、触れるなどをしておくといいかなと思います。下手にそっちに手を出してそれ全部やるっていうよりは、まあ、ピンポイントで対策するというぐらいかなとは思います。まあ、あくまでも標準問題が中心なので、そこの取りこぼしなく、また時間の余裕は正直あまりないので、しっかり時間内に終わるようにスピード、正確性ですね、この部分を、意識して学習するように心がけてください。以上が物理の勉強となります。